Thanks to both of you. おはようございます。おはようございます。今日もあったかいお湯からスタート。変わらいます。朝ごはんはおかゆとパイナップル。いただきます。おはようございます。おはようございます。6日間お世話になったテントが後ろです。3時間ぐらいかな、歩いてゲートに行って、症状をもらったら宿に帰ります。はい、下りながら帰ります。本日もこちらの方がガイドです。おー、カースビー。もう今はハイキングって感じでだいぶ歩きやすいです。今日は 1300m 下に行きます。木々の中からキリマンジャロが見えてます。すごい。結局あれだね、この間はこの期間はずっと朝ずっと晴れて見えたね、綺麗に。そうだね、あの下町では全然見えなかったけどもね、うんうん、お世話になりました本当に。ずっとアンメットを見たい見たいとうるさい人。橋がありました。だいぶ降りてきたのかな。また耳がキーンとしてます。はい、そこにある笹の葉っぱは、揉め事とかがあった時に申し訳ないっていう気持ちがあった時に仲介者を通してこの笹の葉っぱにお金をくるんで渡すっていう文化がこっちの方にあるみたいです。こんな感じの葉っぱにお金をまくそうです。歩き始めて2時間、だいぶムシムシしてきました。ついに平坦な道になりました。多分もうそろそろ。だいぶ歩いてるけどもまだゲートまで着きません。3組ぐらいに抜かれちゃいましたが、多分そろそろかな。初日にモモカが噛まれて大暴れしたアリの道。ついにゲートが見えてきました。ついに地上に着きました。お疲れ様でした。ついに解き放たれました。このノアに合計ドライバー含めて10人で帰ります。コーヒーの木がたくさん。これはルオンセリです。ホテルまで戻ってきました。今回はドミトリーみたいな感じかな、4人くらい泊まれそうなお部屋です。トイレとお風呂はこんな感じ。あとで6日ぶりのシャワー楽しみです。こんな感じで症状いただきました。優雅はヨガ。何でもいいそうです。久しぶりの電波に嬉しくて、まあ、携帯のアプリのアップロードとかをしてたんですけれども、お腹空いたんでご褒美に韓国料理食べ行きます。空いてますよね。高所じゃないので走っても踊っても大丈夫。気になってた韓国料理屋さん、残念ながらリノベーション中でした。次どうしよう。どうしよう。優雅が昔行ったことあるインドイタリアーノっていうところに行ってみます。緑に囲まれたこのレストラン到着しました。開いてた。メニューはこんな感じ。値段はちょい高かなって感じだけど、すごいメニューの数が多い。ちょっと贅沢してソーダを頼みました。うまっ。炭酸ってこんな強いっけ。うまっ。まずカプレーゼサラダが来ました。思ってたのと違うけどいっぱいあるのでいいです。
クワトロフォルマッチオと多分ガーリックプラウンが来たのかな。熱そう。うまっ。めっちゃうめえぞ。こんなうまかった。とても美味しかったです。満腹になりました。ってことで宿帰ります。なんかぼーっとしてたらもう夜になってました。部屋でゴロゴロしたり、ちょっと俺熱っぽかったんで休んでたりしました。バカバター行きます。もしではいつもここでしか食べてません。夜はここ。頑張ったのでソーダ飲むそうです。召し上がれ。耳が治らない。絶対いつも頼むザンジバルピザ、今日は小さいサイズしかなかったのでそれを2つ頼みました。おいしい？よかった。本日地上に降りてきて疲れが溜まってます。あんま撮影もしてません。寝ます。おやすみなさい。